イージス来たら寒くない。寒くなったら電源入れるぞ。大人は360円。素敵です。貸し切りです。素敵ね。ゴージャスじゃん。国の指摘で、昔の皇室の別荘だったそうです。さらに、すごいすごい、ゴルフのセットがあるぞ。撮影可なんです。ねえねえ、これ何、これ、ガラスのシャフト、ガラスのシャフトのパター、シャフトもガラス。どこが一番、こうだ。おー、ゴージャスだ。めっちゃゴージャス。すごいね。これ撮影できるのってすごいよ。会津木綿の、木綿なの？この木綿みたい。シルクとかじゃないんだね。このバラのなんていうの、装飾が。あ、湖見える。湖が見えます。やっぱりここはメイドさんの部屋です。ね、呼び出し用受信機ってなってるもん。だからどこの部屋で呼んでるってわかるんだよ。竹仁親王様です。おお、すごいね。ゴージャス。触っちゃいけないけど、わ、すごい。貸し切りで、なんかヨーロッパのさ、ヨーロッパ旅行したに来たみたいね。ね、ほんと。ベランダがあります。正面が。木がなければ猪苗代湖一望だったようです。何、あ、いいソファーだね。ちょっと2人で座ろう。あ、この鏡かわいいね。あ、かわいい鏡だね。よいしょ。ね、みんなに触らすとすぐこうなっちゃうってことでしょう。あ、何気に座り心地いいね。結構足が高い。高いとか、あと、あの、お尻の張りが、あとすごいスプリングが効いてる。効いてるよね。和室もあるんだね。そうそう、和室は誰のだ。素敵です。一番上の部屋はやっぱりちょっと暖かいです。辺りを見渡、山が見えるぞ。辺りを見回すことができます。あ、綺麗綺麗。ねえ、はあ、ここから昔はこの先が猪苗代湖だったそうです。あ、ちょっと見えるな。ゴージャス。ふかふか絨毯。これ洞爺って言うんですかね。いいね、貸し切り最高。ね、誰もいないなんて最高。これは暖炉でした。これ石です。上が多分見えないけど、ちっちゃい煙突になってるですね。すごいな。素敵なお土産もいっぱいです。そうなんです。桜だろう。そう、綺麗なんじゃない。立派な桜です。大変だよここの仕事。湖が見えます。人が高いね。素敵な窓です。出窓もあるし、
ふうさん帽子かわいいでしょ。大きなつららが。雪釣りも素敵。これはウサギさんです。歩いてるな、飛んでない。スワンちゃんが行きます。猪苗代湖にいます。カメ君います。鳥さんがいっぱい。向こうから白鳥さんの声が聞こえてきます。足があんの？ああ。今からあっちの方に行ってみたいと思います。すごい密度の鳥です。まんじゅうは嫌いでした。いろんな色のがいる。白鳥さんもご飯に来ています。わー、すごいな。鳥の雑踏のようだ。おお。投げた？投げたよ。今あそこでガシャガシャしてるのあれか。すごいな。鳥の食べ放題。うわすごいね。すごいね。ちょっとやばいこれ。ちょっと私も。どこへ投げたの？投げたよって言って。投げるよじゃあ。ちょっと待って。じゃあ投げるよ。うん。おお、投げた。風さんのご飯です。今もやってみたい？わざわざここまで来た子がいるよ。わざわざあんた来たの？ここにあげるから、ここにおいで。ほら、鳥好きにはたまりません。まさしく野鳥の楽園です。すごいです。いっぱい飛んでる。すごいです。大にぎわいです。寒くて電池が持ちません。白鳥の飛来地、あそこで電池がなくなりました。先ほどホテルに着いて温泉に入って、部屋に戻ってきました。今日気まぐれで糖質 70% オフ。いただきます。外気で冷やしたビール、美味しいです。部屋飲みいいですね。明日の朝は猪苗代湖は素晴らしい姿をこの部屋から見せてくれるといいなと思ってます。月食も、あ、日食は今日か。今日の日食は見えませんでした。お部屋でくつろぎます。おはようございます。猪苗代の朝です。お山に朝日が差してきました。綺麗です。こんなですよ。時の間
そうそう、こっちです。会津磐梯猪苗代、イノドラです。これいつもあんのかな。あんね。そして酪王牛乳です。イノドラです。はい。おお、これ何、あんこと抹茶クリーム。抹茶クリームですね。美味しそうです。大小できちゃった。今回お世話になったホテルです。スキー場です。綺麗だな。マイナス3度でした。すごい斜面です。スキー場ついてます。ぼちぼちみんなチェックアウトです。